チャンネル登録してね。さあ、ちょっと2人で逃げ切りたい。逃げ切りたいよ、ほんと。できれば4人でか。うん。今いなかった？いない。ああ。ああ。来てない。来てないですね。回しきる勇気、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 本当だよ。本当だよ。ちょっと。シュガーさん、ま、回すのをやめる勇気よ。いや、こう回しきる勇気って言ったじゃん。回すのをやめる空気よ。あ、いや、もうシュガーさん、赤く光ってましたもん、キラーのライトで。いや、完全で赤く光る直前まで回しきる勇気って言ってたよね。いや、回しきる勇気とは言いましたけど、やめる勇気も必要です。前、やめる勇気も。いや、それをさ、先に言って欲しかったのよ。やめる勇気、やめる勇気。あ、あ、もう一回行く。次行きますか。150%で走れる。で、都会の逃走術でうまく身を潜める。さあ、行きましょう。俺も思い切って真ん中行っちゃいますね。今栄光ちゃんが真ん中にずいずいと歩いていきました。ああ、怖い。猫ないと。もう大丈夫大丈夫、僕のが光ってないですから。いや、それは別のところにいるからさ。あ、じゃあ、そりゃそうでしょ。あ、血出てる。結構光ってます。血出てるから回しきる勇気、回しきる勇気なのか。血出てるから移動した方がいいのか。回しきろう。頑張れヒロシ。いける、いける。夢から脱出する勇気。夢から脱出する勇気。オッケー、回しきる勇気。オッケーオッケーオッケー。手つかずの発電機を回す勇気。あとどこだ。あ、わかった。品川さん、そっちだ。今行くぜ。何、俺傷ついてないよ。夢から覚める勇気だな、今度は。あ、デジャブね。そうだね、なるほど。方向音痴だからね。3台の発電機のオーラを45秒間探知できる。はい。俺ただめちゃめちゃ方向音痴なのよ。だから確かにデジャブあれば道がわからないという不安からパニックになってる部分もあるから。はい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 。さあ、カスタムマッチ。わーお、すごくわかる。発電機の位置がキラーみたい。すごくわかるんですけど、ただ45秒覚えないと。やべ、何これ。あ、見える。長官と、やだ、めちゃめちゃいろんなものが見える。 OK 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 OK、 見えてます。さあ、行こう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 。次の発電機の位置。お、品川さんについていけばいいじゃん。ヒロシ知ってます。来てる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 。ただ信号あるよ、信号信号信号あるよ。いやー、ヒルミリ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 。キャー、なるほどね。ああいう時に俺だけ走りすぎってことだよな、やっぱ。だから赤やーとついちゃって追われることになる。いる、品川さん。あれ、品川さんですか。なるほどね。ああいう時に3人いても俺だけ焦って走るから追われることになるの歌。エコちゃん、こんにちは。こっからまず走って逃げようとする、はい、一回ここで落ち着く勇気か。
ここで落ち着く勇気です。助けられたらなんかキラーが戻ってくる気がして走って移動しちゃうんだよね、いつも俺結構。いやもちろん、まず、あそこでやるのリスクもありますけど、うん、周りの状況を見てなんかやるっておっしゃってました。周りの状況を見て大人になっている。栄光ちゃんが大人になっている。マスキル勇気、マスキル勇気。よし、行け、行ってる。オッケー、オッケー。お、あれ？石原さん。え、死んじゃった。あ、俺たちだけだ。やばい。どうしようかな。マスキルじゃない。マスキル勇気。なんで一回離れたの？離れた理由だけ教えて。いや、猫がちょっと好き勝手な感じで。ああ、そういうことね。石田さん、これ回し切る勇気っすよ、マジで。回し切ろう、回し切ろう。猫光ってません、猫光ってません。よしよしよし、オッケー、よし、オッケー。どっち行く、どっち行く、近い、どっち行く。近い、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 近い方、近い方、こっちこっち。あ、来てるよ。ごめん、栄光ちゃんの行けない。しなやけ、なやかだったなあいつ。大丈夫。あ、いるいる。頑張れ、頼む。猫光ってるけど、まだまだ粘れ粘れ粘れ。向こう行ったらダメだ。粘れ粘れ。シナさん頑張って頑張って。ドア開くよ、ドア開く、ゲート開く、ゲート開く。開いた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 。シナさん頑張って。オッケー。あ、ごめん出ちゃった。シナさん出ちゃいました。来て来て来て、シナさん来て。すいません、ポール。チェーンソーを持ってこっちにダッシュしてきたんで。あれはもうしょうがない。それはしょうがないよ。しょうがないけど。見捨ててしまった。いやー。いやー。悔しいな。見捨てたよね。だってデジャブめちゃくちゃ好き。マジっすか。うん。なんか発電機の位置が分かるだけで気持ちがなんか違うっていうか。はい、ああ。いや最後の最後でなんかもうカッチカチになった体。あそこ本当2人だけしか残らなかったですもんね。2人だけだったもんね。で2人で発電機完成させて、うん、で品川さんがチェイスしてる間僕ゲート開けてで、すみません僕だけちょっといや本当なんかわかんないけど、ロンハーで2人で俺が振って、はい、で爆笑バーンって起きて、はいはい、で栄光ちゃんだけバズるみたいなあれ2人でゴール決めたのに栄光ちゃんだけバズってんなみたいなあれ割と俺パスタしたりいじったりしてたけど栄光ちゃんだけバズってるみたいな感じ。なんかそういうパターンなんかすげえ分かりやすいですねああまた売れたな栄光ちゃんって言いながら家で見ながら酒飲むみたいななるほど、うん、そういう意味では完全にデジャブだったわなんか何回かありそうな、うん、あったような気がしますね。なんか見たこあれこれ見たことあんなバラエティでっていう確かにそういう意味でデジャブでした。確かにね。いや楽しかったね。った今回も、はい、ありがとう。大丈夫、はい、栄光ちゃんのコメント欄荒れてない。品川いらないっていうのそれだけ、それだけ今パッと10秒見て品川いらないっていうのない。はい、みんな面白かった面白かった面白かった。うん、逆にミミさんとかヒロシナイスって本当ナイスサポートとか、うん、はい、
はい、じゃあ皆さん、英子ちゃんのチャンネルの皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。あとマッチングしていただいた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。またやりましょう。ありがとうございます。英子ちゃん、じゃあね。はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。で皆さん、チャンネル登録といいねお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録してね。